ヨイタのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ訳あり品とか、まあ、B 級品とか、まあ、そういったのいろいろあるのですが、まあ、それをちょっと活用しようという記事が出ていましたので、関連サイトと合わせて紹介したいと思います。記事はこちら、あなたの静岡新聞からです。訳あり、10太郎でしょうか、みかんを通販、沼津市内の沼津内浦の事業者団体ラブライブポストカード贈呈もありますね。こんな感じです。記事を読みます。沼津市内、沼津市内浦地区のですね、事業者らで作る内浦プロデューサーこのほど内浦西浦地区産の訳あり寿太郎みかんのインターネット通販を始めた。食品ロス削減と生産者支援につなげ、売上の一部を、海岸整備など地域の魅力向上にも活用する。サイズが小さすぎたり傷がついたりして出荷規格に適さないみかんは通常飲料などに使用されるが廃棄されるケースも多いという。なるほど。味わいのにもったいないと、同市内浦三つでしょうかの台湾スイーツ店天天の小玉のり子店主らが、規格外になったみかんを買い取って同団体のホームページで売り出すことを提案した。1箱 2.5 キロ以上入って価格は1300円、高いんでしょうか、安いんでしょうかね。はい、入荷したり随時販売する。購入者には同志が見たいのアニメラブライブサンシャインのオリジナルポストカードをプレゼントする。こちらですね。はい、まあ、そういうことなんです。まあそうですね、廃棄されるよりは、まあ、少しでもお金に変わった方がいいなとは思うんですが、2.5 キロ1300円高いんでしょうか、安いんでしょうか。ということでこちらですね、内浦プロデュースのサイズ、まあ、こんな感じでありまして、ちょっと下いきますと、これですね、沼津、内浦西浦さん寿太郎みかんでしょう、 2.5 キロ、まあ、こちらはこんな感じでクリック、売り切れになっているんですけれども、あのクリックしますとこんな感じで、まあ、先ほどの記事もあるこれですね、まあ、1.5 キロ入って、1300円、結構まあ不揃いですし、まあ、あのこんな感じで傷もついてたりするんですけど、まあ、味には関係ないですけど、まあ、見た目ということですから、まあ、美味しく食べてもらえればということで、まあ、こちらですか、まあ、ポストカードもついてきますよということですね。こんな感じです。 2S から 2S、 本当にバラバラ、確かにこう見た通りバラバラですね。まあ、今後で 2.5 キロ以上、まあ、こんな感じな。ただまあこちらですね、まあ、売り切れということで、まあ、再入荷があれば、まあお知らせということになっていますが、まあ、こちら申し込んでみてもいいかもしれません。で一つも、ね、その他にもこちらでもあるんですね。こちらで、みかん4種類詰め合わせ、こちらですか、ですから先ほどのこちらとはちょっと違うんですが、こちらやっぱり 2.5 キロ以上で、まあ、1800円、ハルミネーブルレモン、まあ、そんな感じので、あ、これも寿太郎ですか、まあ、その4種類をこんな感じで、まあ、バラバラと詰めて、1800円、ネーブルとかがあるのちょっとやっぱり高いんでしょうかね。で、まあ、こちらはやっぱり、まあ、こんな感じで、ポストカードついていきます。こんな感じですね。はい、ですので、まあ、みかんが好きな方 も申し込んで、こういった感じで、もう申し込んでみてもいいのではないかなというふうには思います。まあ、その他にこんな感じでおまんじゅうですか、そういったも、まあ、いろいろこういう、まあ、他のグッズなどもこんな感じで、まあ、ポストカードがついてきたりですか、こんな感じで、まあ、ラブライブのグッズなどもありますので、まあ、こんな感じでファンの方は見逃せないものになっているのかなというふうには思います。こんな感じですね。はい、廃棄品を、まあ、そのまま廃棄されるよりやっぱ何かしらこう活用するというのはいいと思います。あとタイミングですね、やっぱりソールドアウトになってしまうのはちょっと、やっぱり、数には限度がありますが、だからそういったのを継続的にこう活用できるアイデアがあればなというふうには思います。それこそこうジュースにしたものとかそういうものを売ってもいいんじゃないかなと思うんですが、どうなんでしょうか。こちらの記事としてはこちらの内浦プロデュースのサイト概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のあるクリックして読んでいただいて、まあ、機会がありましたらこちらの湯脇ありみかんですが買ってみてはいかがでしょうか。はい、今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。